昔のまつりちゃんです。あ、どうですか、あのこの顔めっちゃしてました。普通に喋ってんだけど、こういうこんな顔で喋ってました。あとは有名な、この顔ですね。まあよく見たんじゃないでしょうか。ネンドロイドにもなっております。まだあります。ドドン。こちらはですね、部屋着ですね。チュ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 、なんとこんな部屋着をね、まつりちゃん持ってるんですよ。うわー、このね 2.0 もちょっと待たれるところなんでございますけども、なんだこの部屋着は、エッチすぎます。うわー、今じゃ絶対通らないような気がしますね。はい、センスティブでございます。では正月衣装の 2.0 前、1.0 の方見ていきましょう。はい、こちらがね、1.0 のお正月衣装です。はい、覚えてる人もいますか。ででで、でまたこちらエッチエッチエッチ、こちらですね、おパンツが見えているんです。おパンツ、ここのわかる、破れてる、破れてるわけじゃないんだけど、ところからおパンツが見えます。これパンツってね、パパが言ってたからパンツなんです。はい。いいへそだ。そうでしょう、そうなんですよ。で、太もももね、いい太もも、健康的でございますね、という感じになっているんですけども、早速だけど 2.0 見たい人、おりゅー、おりゅう、お、見たい見たい。なるほど、しょうがないわね、見せてあげなくもなくもなくもないですよ。では行きますよ、正月衣装の 2.0 まで、さあさあ、2、2、1、1、どーどうですか。やっぱね、可動域がね、えぐい違うんだけど、可愛さも何割何割増しになっているのではないでしょうか。かわいい、ありがとうございます。これかわいくない、この持ってるやつ、ブン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 。あの頭にエビフライオンついてるんですよ。ではちょっと、ポッ、お、これまたかわいい、猫耳がつきます。は、猫にだって慣れちゃうんですよ。そう、これはね、にゃんこにゃんこ。まあ今年寅年で猫化ということで、まあ実質にゃんこでも間違いではないのではないでしょうか、というところでございますね。ここのメッシュ、さっきオレンジだったじゃん。これゲーミングなんでね、変わります、ほら。キラキラ光る。よいしょ。ででででで。なんかさ、こう見るとさ、なんか、巫女っていうか七五三みたいだな。幼さが出ておりますね。よいしょよいしょ。うん、巫女さん目当てで神社行く。おいで。参拝しにおいで。いい、この、この腰の動き。いいね。フリ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 、誘っておりますね、これは間違いない。どうですか、このリボンも可愛い、揺れて、うん、もうちょい上いく、この辺ですか、エッチ、ふんふん、けしからん。これはよくホロライブ通しましたね。まあ2019年とか2020年入る前とかのホロライブなんで、確かね、それくらいだった気がする。だから許されたんだ。今じゃ多分無理だぞ、この鼠径部、そしてパンツ。いや、これは昔だから許されたってですね。
そして昔出したじゃないですか、 2.0 出してくださいよということで、まあしょうがないなって出してくれたんですけど、今だったらちょっと難しいかもしれない。うん、マジでギリギリ。スカートもめっちゃ短いんですよこれ。あ、なんか七五三みたい。なんか七五三みたいだなこれ。どうですか、こんなエッチな七五三があってたまるか。よかったらね、皆さんファンアートとかもねお待ちしておりますよ。このエッチまつりちゃんコスプレとかもお待ちしております。横から絶対見えてんだよな、脇のさ、ね、見て、ここのさ脇から絶対見えてるよなこれ。脇から絶対見えてんだよなって思いながらね、自分でも着てんだけど、性癖に刺さりすぎるよ。ありがとうございます、刺さってよかった。これは見えてますね。エッティですね。うん、見えるものあんのか。あるよ。てか脇よ、良いな、脇、脇です。そんな感じでございますね。まあ、今後はというか、まあ、正月期間中とか、あとはなんか、まあ、巫女服着る機会あったら、今後こう、この衣装も使っていけたらなと思っております。